板橋区の文化活動の発展を目的に昭和48年に設立された人と町を文化で結ぶ板橋区文化団体連合会、それぞれが生き生きと活動する個性豊かな加盟団体をご紹介します。昭和48年に区民であった故渡辺正吉九段の後援会として発足した後、昭和51年に板橋区囲碁連盟となりました。囲碁、区内において囲碁の普及活動に努めています。区民文化祭の区民囲碁大会や区民祭りの囲碁コーナーの開催、小学校総合学習における囲碁指導の協力などを通じ、毎年多くの区民の皆様に囲碁を打つ楽しさを体感していただいています。また毎月の月例会では練習対局、指導碁を行い、気力の向上と会員の親睦を図っております。最近の区民囲碁大会では児童の参加者が増えています。今後も小学生や女性の参加者を増やし、囲碁の裾野を広げていきたいと思っております。区民囲碁大会は誰でも自由に参加可能です。区の広報誌で参加者を募集しますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。